いシュート、これで川崎リード。ちょっと時間差攻撃というような形になったんですが、さあその後若い頃を決めてきました、ね、マスターです。ここまでのローテーションはいいですよね、川崎、うん、まあ、このワンオンワンは昨日やられてますからね、はい、上から来ましたスリーポイント難動です。では辻山、あっとよくここはコースを読んでいた、アギラールから辻がシュートを決めれば流れに乗るということで、川崎いい守りからバランスキー菊池ミドルリバウンド、あーっとカークが強い、そして弾き飛ばしてシュートはどうか、サックバランスキーから須田バランスキースリーポイント、これがあります。いや、ここまで決めるこの勝負強さ、サックバランスキー、いや若者大阪ベルシュート決まっています。ただここはヒースに合わせました、風を送り込んでおりますが、お自ら行く、空いていた、決める、いいドライブになりました。右サイドにいるのが大阪部、ただゴール下で決着をつけました。あーなんと中止です。さあリードを奪われた、こちら川崎白いユニフォーム、あー決めてきました、アギアール、ここで決まれば乗っていくんですが、バスケットカウント、竹内時間が、あーとどちらが出るか、アギラール押し込んだ、この時間帯のアギラール、この辺りのディフェンスから、はい、アギラール諦めずに行きました。さらには小林選手が、ね、開くようなプレーでしたけど、はい、よかったですね。おー須田が決めました、ファールが5つになりますが、あと取った、ヒース決める、スリーポイント打ってくるか、ザックバランスキー時間をかけたくない、前にいるが無理やり打ってくる、決まる、これで1ポイント差、サンコラードファールを、いやよく見えましたね、いやこの目の前にマサいたんですが強引かなという、スリーポイントが決まれば同点、2.4 秒からもう打つしかないか、あこれが当たるところ、試合終了、55対52、川崎が勝利。今日も苦しんだ、非常に難しいゲーム。